二度目人生にハッピーを。皆さんこんにちは、長野くんです。皆さん、ついに最強のタイニーハウスを見つけてしまいました。その名も山根木材の小さな家。これ何がすごいかってですね、もうとにかくコスパがめちゃくちゃ最強なんです。今までいろんなタイニーハウスを僕のチャンネルでは紹介してきたんですが、今回紹介するこの山根木材の小さな家、なんと12坪で650万円で新築のタイニーハウスが建てられる、そんな商品になっています。今日はですね、この魅力をとことん皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、それでは山根木材の小さな家について僕の独自の7つの視点から解説していきたいと思います。まず構造については、木造軸組在来工法といって、一般的な大工さんが作る木造住宅と同じような構造をしています。基礎はベタ基礎、屋根はガルバリウムを使っていて、一般的な本当に木造住宅と同じような仕様で建てられていると思っていただくと分かりやすいかと思います。で、次に価格ですね。これは先ほども言ったんですが、なんと650万円で全部込み込みの価格としてホームページでは売られています。で、ちなみにですね、 DIY タイプっていうものもあって、これは基礎工事まで業者にやってもらって、それ以降の組み立てとか電気工事、給排水工事は自分でやるよっていう方には500万円で販売されているというタイプもあります。で、次の広さなんですけども、12坪の面積になっています。12坪で650万円、これめちゃくちゃコスパいいっていうことを皆さんぜひ覚えておいていただきたいです。よく僕がご紹介する 3D プリンター住宅もタイニーハウスの一つとしてご紹介しているんですが、今セレンディクスというベンチャー企業が15坪で500万円の 3D プリンター住宅を今年の春に販売しますということを発表しているんですが、それに匹敵するぐらいのですね、木造住宅のタイニーハウスということができると思います。で、次のポイント、可動性なんですが、これは当然基礎を作ってですね、しっかりと設置するタイプなので、動かすということはできないタイプになっています。そして次のポイント、オリジナリティですね。自分好みにカスタマイズできるかどうか、これは20丸だと思います。まずですね、本当に自分好みにしたいよっていう方は、この DIY タイプっていうものを選ぶとコスパもさらに良くなって、自分でどんどんオリジナリティあふれたタイニーハウスを作っていけるということもできますし、コンプリートプランという650万円の方を選んだ方においても、内装の仕上げがですね、構造用合板といって、イメージこうベニヤ板みたいな仕上げになっているので、本当に壁の至る所に DIY を施しやすいような仕様になっているということも特徴の一つです。次にスピードです。これは諸条件にもよるそうなんですが、契約してから現場に材料が納品されるまでは約2週間と謳われています。で、さらにですね、そこから工事を完全に業者さんにお願いする場合だと、約1ヶ月半ぐらいの期間があれば全部まるっと完成するということになっているので、比較的スピード感も早いなというふうな印象があります。最後、信頼の部分です。これは保証とかについてはあまり詳しくホームページでは謳われていないんですが、この販売している山根ホールディングスという会社について調べてみたんですが、なんとこの会社、明治43年創業で、今年で113年創業してから迎えるという、もう超老舗の伝統的な企業なんです。これ広島県を本社に置いている会社なんですけども、福岡県にも支社があったりとか、手広くいろいろ木材を使った住宅事業を展開している会社になります。この113年事業が続くって、これすごいことだと思うんですね。なので、この信頼できるかどうかっていう詳細の部分はわからないんですが、この113年続いている企業が最先端のタイニーハウスを作っているという時点で、もうこれは信頼していいと思えるような、そんな会社になっています。で、このもうコスパもめちゃくちゃいいし、デザインもこんな感じで本当に洗練されたおしゃれな感じなんですけども、ただですね、この山根木材の小さな家、デメリットというか、少しこう残念なポイントがあるんです。それは何かっていうと、広島県外では建てられないんですね。で、これ本当に広島県外の皆さん残念だと思います。ただこれ、広島県外の方は絶対にダメとはホームページに書いてなくて、ご相談くださいというふうに書かれています。で、あともう一つポイントは、都市計画区域外で建築を想定しているため、都市計画区域内での建築もご相談くださいというふうに書かれているんですね。なので、こういくつかの
こう課題っていうのはまだあると思うんですが、ただいろいろ建てる方が多くなってきてですね、県外からもたくさん需要が増えてくればきっといろんなところにこれは広がっていくんじゃないかなと思っています。なのでぜひですね、この山根木材の小さな家、皆さん知っていただいて、たくさんいろんな人が建てたいということで、この素敵な住宅をどんどん世の中に広がっていくようにしていければすごいいいんじゃないかなと思っているんですね。でもう一つ、この山根木材の小さな家がめちゃくちゃいいということが分かる指標があります。でこれはさっきもお伝えした 3D プリンター住宅が今最先端のもので、15坪で500万と謳われているんですけども、他に木造だったりとかトレーラーハウス型のタイニーハウス、僕もよく紹介するんですが、例えばタイニーズインスピレーションという以前の動画でご紹介したタイプだと4坪で498万円から、またパコというこう設置型のですねタイニーハウスも4坪で495万円からということで謳われています。で今回の山根木材の小さな家は12坪で650万円なんです。これ坪単価みたいな考え方をするとですね、もう半額以下になってくるんですね。っていうぐらい今回のこの山根木材の小さな家はコスパがめちゃくちゃいいので、皆さんぜひこれはタイニーハウスを愛する方々要チェックの商品だと思います。はい、ということで今日はですね、僕が見つけた最強のすごいタイニーハウスについてお伝えしてきました。県外では建てられるのか、都市計画区域内では建てられるのか、いろんな課題はまだまだあるんですが、これからきっとこれが世の中にどんどん広まっていってもらってですね、皆さんの生活を豊かにしてくれること間違いなしの商品だと思いますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ということでこれからもですね、このチャンネルではタイニーハウスに関する情報をたくさんお伝えしていきたいと思いますので、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。